懐かし昭和エンタメ、今日のテーマは小泉今日子さんシリーズ5です。ヒット曲あなたに会えてよかったや木枯らしに抱かれてで有名だった今では女優の小泉今日子さんのデビュー当時にスポットを当てて魅力を紹介していきます。デビューの裏側やヒット曲の裏話などを覗いてみたいと思います。このチャンネルでは昭和エンタメにスポットを当ててその魅力を紹介する動画を日々アップしています。楽しんでいただけたらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。コメント欄にはめったに聞けない当時の貴重な情報や皆さん独自の思い出を書き込んでくれていますのでそちらも楽しんでいただけますよ。ではいきます。小泉今日子さんの5枚目のシングル真っ赤な女の子が83年5月5日にリリースされるのでした。シングルチャートオリコン8位を獲得します。それまでの小泉さんのオリコン最高記録である前作の春風の誘惑のオリコン10位を上回ったのでした。 TBS のザ・ベスト10では第7位を獲得して前々作の一人街角以来の番組ランクインを果たしました。日本テレビザ・トップ10でも8位にランクインしました。レコード売上枚数も第3弾「ひとり街角」第4弾「春風の誘惑」のそれぞれ14、5万枚からこの真っ赤な女の子は22万枚へと一つ上のステージにアップしたのでした。そんな真っ赤な女の子の制作と同時進行で進んでいたのが次の3枚目のアルバムでした。この頃から音楽ディレクターが変わって新しく担当することになった田村ディレクターはその時がアイドルを担当するのが初めてだったのでアイドルに関する知識がなくほとんど何もわからなかったのでいろいろ考えていました。しかもその当時小泉さんはまだ歌い手としてのキャラクターも出来上がっていない時期でまだ手探り状態でしたが結局考えていても仕方ない田村ディレクター自分の好きにやろうということにしたのです。当時はシングル年4枚、オリジナルアルバム年に2枚、企画ものアルバムが1、2枚出る時代でした。アルバムに関しては小泉さんの歌のキャラクターをきっちり作るために何枚かアルバムが必要だったり、ライブで演奏するレパートリーが必要だったり、そして新しい試みをするための作品が必要だったり、シングルにするにはちょっと違うというような曲があったりと、それらを一つにまとめないといけないというのが当時のアルバムの構成でした。ディレクター交代の当時に引き継がれた3枚目のアルバムはもう半分ほど出来上がっていて前任者である高橋ディレクターが制作した曲が残っていて前任者から聞いていた事情とは違う出来事が起こったりもしたのでそこからどうしようかと頭をひねります。そこで田村ディレクターが思いついたのはアルバムの A 面 B 面をそれぞれガールサイドとレディーサイドと別々のコンセプトを持たせることでした。当時は CD ではなく LP レコードでのリリースだったので A 面 B 面があってそれぞれにコンセプトを分けるということができたのでした。それぞれのコンセプトに従って曲を配置していって足りない部分を足していくという作業をそこから始めていったのでした。よって足らない何曲かを作る必要が出てきたので小泉さん本人に誰か好きなアーティストいる?と田村さんが聞くと小泉さん、シャネルズが好きと言ったので早速シャネルズのメンバー本人に曲をお願いすることになったのです。出来上がってきた曲は鈴木雅之さんの作曲、田代正史さん作詞のコンビで2曲だから抱きしめてとハッピーバースデーでした。それまでのアルバム制作ではそういうことはできなかったらしくて小泉さん本人もあ、こんなのやっていいんだ、アルバムだと自分の意見も取り上げてくれるんだって意外に思っていたと言います。アルバム内のその他の作家陣には南こうせつさん、五代醐の竹川幸秀さん、作詞ではサザンの原由子さん、アレンジでは松田聖子さんの曲を多く担当していた大村正明さん、元シュガーベイブの村松邦夫さんなどが参加されています。真っ赤な女の子から2ヶ月後の83年7月5日にアルバムブリージングがリリースされました。真っ赤な女の子のヒットの影響もあってかオリコンのアルバムチャート最高2位を獲得する大ヒットとなりました。そのアルバムが大ヒットしている頃の83年7月21日にリリースされた小泉さんの第6弾シングル半分少女は
前作真っ赤な女の子が作られたのと同じ頃に出来上がっていて、田村ディレクターのもとに同時に渡されたと言われています。作曲は堤恭平さん、作詞は70年代のヒット曲ブルーライト横浜で堤さんとコンビを組んだ橋本淳さんでした。オリコンのシングルチャート最高4位を獲得して、前作までの小泉さんのシングル最高記録8位を上回り記録を更新しました。 TBS のザ・ベスト10では第4位と、こちらも本人の最高記録で、日本テレビザ・トップ10では5位を記録するヒットとなりました。続いて田村ディレクターのコンセプトに基づいて、シングル A 面のタイトルはインパクトを重視した小泉今日子さんのキャッチコピー風タイトルを作家の方と意見を出し合って決めていました。第7弾シングルはアデ姿涙娘、これは83年11月1日にリリースされました。オリコンのシングルチャート最高3位を獲得して、またもや前作の記録を更新。 TBS のザ・ベスト10では第2位と、こちらも記録更新。日本テレビザ・トップ10では第3位を獲得しました。作曲編曲は一人街角の魔界の浩二さん、作詞は真っ赤な女の子のカン・チンファーさんでした。 B 面乱れるハートもこの二人のコンビによるものでした。音楽ディレクターであった田村さんは、当時アイドルの曲を多数手掛けていた魔界の浩二さんのこの曲のアレンジについて、打ち込みと生音の融合が本当に素晴らしいと高く評価しました。田村ディレクターはその後もしばらく小泉さんのシングル曲の作家人として、堤恭平さんと魔界の浩二さんの二人に交互に依頼していきます。二人に交互にお願いしていた理由は、一人の作家に固定をするとどうしてもマンネリ化するし、精神的な負担をかけてしまうと思ったので、一曲ごとに作家の組み合わせを変えることにしたのだそうです。当時のアイドル界において、松田聖子さん、中森明菜さんに次ぐ3番手のポジションを得ることを目標に進んできた小泉さん、シングルを出すごとに徐々にランクを上げてきて、様々なランキングのトップ3位圏内を狙えるほどのポジションになりつつありました。聖子さん、明菜さんの2トップとは違うキャラクターを作り出そうとしたことで、いろんなことに挑戦ができたという田村ディレクターは、引き続きどんどん新機軸を打ち出していくうちに、最初はギスギスとしていた小泉さんもだんだん心を開いていって、やがて打ち解けるようになっていったとさ。小泉さんがデビューして2年目の83年の大晦日、第25回日本レコード大賞では、小泉さんゴールデンアイドル賞の7組の一人として、前年には出演できなかった晴れの舞台に初めて受賞者として出れるまでになっていました。この7組は全員おなじみの82年組のよく見るメンバーだったのですが、その中でも一人だけゴールデンアイドル特別賞という賞を受賞して、他の82年組から完全に距離を引き離していたのが中森明菜さんでした。続く。ご視聴ありがとうございました。楽しんでもらえたらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。コメント欄には皆さんの滅多に聞けない当時の貴重な情報や皆さん独自の思い出を書き込んでくれていますので、そちらもなかなか楽しんでいただけますよ。それではまた別の動画でお会いしましょう。